はいどうも、一回死んだ男の言いたい放題チャンネルということで、今日もどうぞよろしくお願いします。で、今日なんですけど、ちょっと昨日ちょっとショックなことがありまして、っていうのはですね、従業員ってアルバイトをしてもらってる女の子がいてるんですけど、その子とちょっと帰り品の車の中で話をしていって、で、7月10日って選挙がもう近づいてんねんけど、どうするって、まあ聞いたんですね。だから家で寝ときますって言うんですよ。えって思ったんやけど、でもまあまあ自由なんでね、あ、そうなんやって言って、一応僕もまあ参政党に入っていろいろポスター貼りしたりなんやかんやしてるんやでみたいな話をですね、まあまあ参政党のことを一応伝えてるつもりではおったんですけど、全く伝わってなかった。こうやって動画で発信したりとかして、いろんな人にこう伝えようと思ってやってるんですけど、一番近いと思ってた、まあまあその子には全く伝わってなかったんだなと思って、で、まああとは子供たちですね、3人男の子がいてるんですけど、子供たちにもあんまりこう伝わってないということで、すごいですね、ちょっとまあへこんだっていうところでですね、いうところなんですけども、まあ問題意識がまずなくて、自分がこの投票するっていうことの意味が、価値が分かってない。まあまあもちろん僕も、もうつい最近までそっち側だったんで、行けたら行こうかなっていうぐらいのモチベーションだったんですよ。仕事とかなんとかスケジュールがあって、まあ、夜の8時までに間に合えたら、まあ行ってみようかなとかなんとか言って行けなかったりすることの方が多かったのかな。だから、まあ僕としてもその子とそんなに大差ないような感じ。まあ一応あるのは知ってるっていうぐらい で、自分が投票したら何か変わるのかとかいうことも全く、まあ、分かってなかったの僕だったんで、偉そうにその子には何も言えないんですけど、でも一番ショックやったのが、その子に何も僕が話してても伝わってなかったのかなっていう、ところだったんですよね。まあもちろん喋ってて相手に伝わると、相手もまあ一応問題意識があって、こう初めて伝わるっていうところがあるんで、その子の問題、その子自身に関わってるよっていうことを僕は伝えることがちょっとやっぱできなかったんですよね。だからその辺、もっと自分がですね、伝えれるように、ちょっと自分でもどんどん進化していかなければいけないなと。で、まあ全く知らない人とか、まあたまに会うお客さんとかには結構伝えて、相手にはですね、喜んでいただいて、あ、そうだったんだって、目が覚めましたみたいなことですね。まあワクチンの問題とかでも。で、言っていただくことは結構あったんで、当然、そのね、従業員さんにも伝わっているのかなと思ってたんですけど、はい、まだまだ、勉強不足で、人に伝えれるっていうのは、この本当に難しいなと。まあ、一応今日ね、参政党、カイナさんがよく言ってる教育の問題っていうのもですね、ね、政治に関わらないような風に、まあ、教育されてきているのではないんだろうかと。まあ、僕もそうだったようにですね。ちょっとやっぱでも、その根本的なところから、この選挙後、考えをですね、変えていかないと、本当にこの国はですね、ちょっと、このね、10年、20年先には、もう本当に大変なことにこうなってしまうんだろうなっていう、その危機感をですね、ちょっと強
強くこう感じたというところになります。はい、ちょっとまあまあ何を言ってるかわかんないですけど、まあとにかくちょっともう本当に今限界のところまで来てて、若者も何もそういう意識もない人が多いなと。まあ、ちなみにその従業員さんは3回ワクチンを打ったという子なんでね、まあ、だいぶ止めたんですけど、止めることができなかったと、ということになります。ちょっと頑張って自分自身の能力をもっと高めて人に伝えれるように、頑張っていきたいと思います。はい、それでは今日はですね、ちょっとショックなことがあったということで動画にしました。頑張って7月10日までにもっと多くの人に伝えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それではさよなら。お願いします。